カトリーヌ・スパークは、フランス出身の女優、歌手。1960年代の活躍が目覚ましいタレントで、主にイタリアで活動した。パリキンコーブローニュイコールビアンクール生まれ、イタリアやフランスを拠点に、1960年代、初頭から後半を全盛期として活躍した。父親のシャルル・スパークや祖父は、脚本家で、母親と妹は女優だった。 しかし一族はベルギーでは芸能の世界より名門の政治家一族として圧倒的に有名であり、祖母はベルギー初の上院議員として知られ、首相経験者に至っては2名も輩出しているほどである。特にその中で最も重要な人物はベルギーの首相を3度務めたおじのポール・アンリ・スパークである。祖国ベルギーで早くデビューしてからイタリアに渡りスターとなり、日本においては 太陽の下の18歳での、すらりとした死体の花々しさから脚光を浴び、1965年3月に来日するなど、ジャクリーヌ・ササールに代わって高い人気を得る。その後は、多くのフランス映画やハリウッド映画に進出。しかし1970年代初頭より、かつての勢いは衰え、B 級映画や低予算スリラーといった作品へと、様相が変化した。 ありがとうございます。